我らロケット団武蔵を名乗る。こちら。あー喋ってくれ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はお月見山に向かいましょうか。え、ニャースが上で寝よる。え、ニャースが上で寝よんやけど。違う、君じゃないんだ。私はこの看板が読みたいんだ。ピカチュウはゴツゴツした地面が楽しいみたい。こういうのあるんやね。え、読めなくね。ここはお月見山洞窟入り口。で、あれ。これはあれかな？なんかこの先に、ポケモンが寝てる。けどモンスターボールは届かなさそう。これ野生のニュアンスってこと？この先にロケット団がおるっていう印かなと思ったんやけど、違うんかな？お？おるおる、やっぱりおるやん。この辺りにはないみたいね。もう少し奥にあるんじゃないか？何が何が？あんた今の盗み聞きしてたでしょ。なんだって？見張りのニュアンスは何してんだよ。あ、やっぱりそうよね。寝てましたけど。ここに珍しい化石あるって突き止めたのに、あんたなんかに渡さないんだから。そうだぞ、化石見つけて金儲けするのは俺たちだ。わーはっはっはっは。ニャースが喋らないのがなんか、違和感。非常に違和感。ツバットの吸血攻撃に注意。これはあれか。お、ん？何？石つぶて？お、これは、捕まえなければ。何何？動くリングの中に当てるとナイスなスローになるチャンス。ナイスなスロー？なんだいそれ。リングが小さくなっているほどいいスローを狙えるチャンス。今更説明が出たけど。あ、全然ダメや。なんかパンチされたし。あ、エクセレント。どうや。よし、いいね。やったー、石つぶてを捕まえた。この辺のポケモンじゃんじゃん捕まえてこ。まあ、でもこの後花畑シティやとしたら岩タイプはちょっとあれやけどね。苦手な方になるけどね。水ポケモンやし。ほい、石つぶて岩石ポケモン。山道などに多く生息。気づかずに踏みつけると怒り出すので要注意だ。石つぶて転がっとって、気づかんもんかな。まあ、今気づかずにぶつかったけどさ。あっちにおるやん。後ろはあっちにおるんやけど、左側に。何を洞窟はぐれ友達をここで待ってるのよ。洞窟ではぐれた友達。あれかな、花田シティに向かうためとかそういう。ミニスカートのナホが勝負を仕掛けてきた。一匹やね。大丈夫、大丈夫。向こうのロケット団。あ、でも、これはあれなんかな。なんかこう、はしごとかを、登ったり下ったりせんといけん感じ。あのかな、月の表面みたいな、クレーターみたいな感じになっとんやね。お、お、おるやん、武蔵。なんか別れるの早くない？やだ、あんた意外と早いわね。いや、そんなに経ってないからね。なになになに？これはここ下がっていくよりも、あっちに、え、どこや？え、おらんくね？来れた、こっち。どうも。うわ、追いつかれてたまるかよ。え、そっち行き止まりじゃなかった？あ、行き止まりではない。どこや？君も洞窟探検に来たのかい？なんかロケット団、周りめっちゃ人いっぱいおるけど、この辺は大丈夫なものなのか。短パン小僧の太郎が勝負を仕掛けてきた。さあ、そして、ロケット団。なんか。今のポケモン何？ズバッと、ズバッと、ズバッと。めっちゃ追いかけていく。はい、これも捕まえていこう。やっぱ新しいポケモンはちゃんと、捕まえていかなければ。あ、全然違うとこ行った。二人とも全然違うとこ行った。はい。微妙やね。真ん中の輪っかには当たってなかった気がするけど。お、やった、いいね。やった、ズバッと捕まえた。
いいぞいいぞ。お、不思議だね、レベルアップ。早く2桁にしたいよ、レベルを。はい、これでズバッと。コウモリポケモン、口から超音波を出しながら飛ぶのは前に何があるか調べながら飛んでいるからだ。なんかコウモリはあれよね、なんか壁に超音波ぶつけて、なんかそこに進めるんかどうかを見るみたいな。うわー、びっくりした。なんだ、子供か。こっちがびっくりしたわ。何、小心者なの、体でかいのに。山男のカズトが勝負を仕掛けてきた。子供がこんな暗いところをうろうろしちゃいかんな。いや、まあそこはちょっと許してくださいまし。アイナは真珠を見つけた。大きな真珠も持っとったよね、確か。さあ、進んでいこう。この先でいいんかな。なんか武蔵の方全然違う方向に行った気がするんやけど。お、ニャス。それぞれバラバラでいるのね。にゃ。それぞれ一回、一回こう、目線に入っているはずなのに、なんかめっちゃ水出よる、ここ。特に何もないのか。あ、でも多分ニャースがおったってことは、進んでくる方向は合っているはず。なになになに、なんか出た？お、パラス！よし。いいね。捕まえましょう。あ、全然違うとこ飛んでるよ。あ、微妙。どうなん？まだだいぶ結構ね、輪っかでかかったけど。お、やったー、一発。イエーイ、パラスゲットー。パラスは虫系？毒？草か。え、どれやっけ？はい。虫と草。なるほどね。毒はないんか。パラス、キノコポケモン。穴を掘り、木の根っこから栄養を取るが、ほとんどは背中のキノコに奪われる。え、ダメじゃねえか。もはや、キノコが本体みたいな。ここに道具が。アイテムが。アイナは元気のかけらを見つけた。お、いいね、元気のかけら大事。あの、あ、ピッピー。詰まって。ピッピー。モツキミヤマといえばピッピーやろ。アニメでもそうやったもんね。かわいい、めっちゃかわいい。これは欲しい。でも私このさ、あ、え、飛ぶ。飛ぶ。めっちゃ動くこいつ。あー、動かないで。しかも攻撃してくる。は。お、ナイス。いいぞ、いいぞ。私このさ、ピッピの進化系のピクシーがさ、あんまり可愛いと思えんのよね。なんかちょっと胴長になることない。せっかく当たったのに。あ、お、なんかめっちゃ静かに吸い込まれていったけど、どうだ。あ、これは、あー、出てきた。出てきた。黙って。あ、あー、逃げられた、マジで。えー、つら。ピッピ欲しかった。これはロケット弾だね。俺たちは大事な仕事をしてるんだ。子供はお家へ帰りな。無理です。お、ちゃんと演出が。ロケット弾の下っ端が勝負を仕掛けてきた。思ったよりちょっとおじさんっぽい。スリープ。スリープ？エスパーは何がいいんやっけ？何やった？悪とかそういう感じ？わからない。二度蹴り。格闘？格闘がいいんやっけ？とりあえず二度蹴りにした。いっけーい。あ、全然だな。効果は今一つ。なるほど。エスパー？エスパー相手は？わからない。今必死でアニメを思い出そうと思ったけれど。ピカチュウが、ピカチュウが眠ってしまった。電光石火。困った時の電光石火。めっちゃ穏やかな顔で寝ようんやけど。電光石火。おお、めっちゃいい。やっぱり、やっぱり困った時のやね。イエーイ。これはずっと眠ったままなのか。なかなかやるな。めっちゃびっくりしとる。じゃあ通らせてもらいますね。
刃先を見つけたら場所だけ教えて。さっさと帰るんだな。嫌です。ちょっと当選場しないでくれる。石つぶてのそばをそっと通ろうと思ったのに、無駄にモンスターボールを消費しただけ。お、傷薬ゲット。あ、いた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 。ねえ、あの黒いの、あれ化石じゃない？よし、ニャス、化石取ってくるんだ。何にゃ、ちゃんと喋ってくれ。何、どれ、あの黒いのって。早く行きなさいよ。全然見えんけど。頑張れ、ニャス。え、このなんか、暗闇の底深く、どっから行けるんやろ？こっちから？普通に進んでいく感じですか？降りるとこがあるんかな？うわ、なになになに？石つぶてやん、また。どんだけや。スモール？え、逆にスモールとかもあるんやね。なるほど。普通サイズと小さいのだけかって違う。でかいのだけかと思った。スモールは捕まえやすいってことかな？はい、捕まえたー。一発。はい、オッケー。お、不思議だね。レベル10やったね。二桁に来たよ、やっと。イエーイ。不思議だねをね、ちゃんと育てていきたいけんね。あの、花田シティのポケモンジムに向けて。一応、ピカチュウはもうだいぶ育ってきとるけん。あ、どうも。あ、こっち側とかは、あ、アイテム。お、元気のかけら、元気のかけらめっちゃ手に入るやん、やったね。ちょ、ズバッと邪魔。はい、それじゃあ、そこの、大人の世界に首を突っ込むんじゃないわ。あ、女の人か。そうか、女の人か。この演出が結構好き。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。あ、そっか。なんかいつも思うけど、あれよね、ロケット団の下っ端って名前はないんやね。下っ端としか。そして性別がわかるだけ。人間が生まれる前からこの辺りにはポケモンが住んでたらしいわ。なるほど、物知りだね君。何、誰？ほら待てよ、この化石は僕が見つけたんだ。あ、化石、二つとも僕のだ。この人はロケット団とは関係ない人？研究員的な。理科系の男の三春が勝負を仕掛けてきた。理科系の男。お、ビリビガマ。ということは、地面タイプとかで行けばいいんだけども、持ってないから、とりあえず電光石火で行きますか。とりあえず電光石火で行きますか。穏やかな顔をしているね、ピカチュウ。お、いいぞいいぞ。あと一回で行けるんじゃないこれ。ピカチュウ起きて起きて、そろそろ。よし、この次の電光石火でもういけるでしょう。オッケーオッケー。電光石火、おし、いいぞ。何匹持っとったこの人。一匹もっとあったかな。お、レベル16。確かあの、不思議谷がさ、レベル16で不思議そうに進化したと思うけん。ここまで持っていきたいんよね。お、ピカチュウレベル12。新しく影分身を覚えたい。いや、いいよ、大丈夫。忘れさせない。はい。お、不思議谷レベル11。いいぞ。お、目覚ましたけど、もう大丈夫よ。あ、そしてコイル。ここも私は電光石火で行きます。いっけー、効果は今一つ。まあ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 。あー、混乱した。せっかく目を覚ましたというのに踏んだり蹴ったりやね。はい、電光石火で行きます。お、二度蹴り。じゃ、こっちに攻撃しないでね。
いぞ、これはいける。イエーイ、やったね。効果抜群、なるほど。わかった、お前にも分けてやるよ。泣きよる、めっちゃ泣きよんやけど。でも化石を分けるとかめっちゃ大丈夫、いいの。僕とお前で化石を一個ずつだ。独り占めはダメだぞ。あ、これでどっちかを選ぶってことか。で、これ。私何かと思った。これあれやろ、片方オムナイトで、片方カブトってことよね。オムナイトの方が可愛くない？そういうやり方。貝の化石にする。はい、そうします。貝の化石を手に入れた。圧倒的にオムナイトが可愛いやろ。それじゃあこれは僕のものだ。了解、これで OK なの？ここからすごく遠いけど、化石を蘇らせる研究をしてるラボがグレンタウンにあるらしいよ。グレンタウン？グレンタウンってどこだ？誰のとこ？マチスとかおったとこ？あれ違うっけ？え？なに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 ？お待ち！あ、ロケット弾来た。めっちゃ回る。ちょっと、それ私たちの化石よ。マキー、いつの間にか追い抜いてるなんてずるいぞ。いや、君たちがね、なんか暗闇を眺めおったけん。我ら、ロケット団武蔵、お、名乗る、こちら。あー、喋ってくれ。二人がかりで化石奪い取ってやるんだから。え、待って、ちょっといつもの、アニメでのおなじみの登場シーンとかはないんすか。ロケット団の武蔵と小次郎が勝負を仕掛けてきた。いいね。ちょっと私、ホワイトホールとかいろいろ聞きたかったのに。お、ちゃんとアーボとドガース来たよ。すげえ。このまま行こうかな。電光石火で。あ、そっか、私一人になってるってことこれ。もしかして。はい。例えばさっき、あれよね、直前で消えた？サポート側。あ、なるほど、そういうことか。なんかあの、アーボの顔が可愛いんやけど。めっちゃ微笑んでない？ピカチュウがピンチ。二度蹴り。そして、ピカチュウの方を回復させよう。傷薬。はい。危ない、あと体力9しかなかった。はい、回復。オッケー。これ一人の場合でも、相手が2体できたらこっちも2体になるんやね。なるほど、なるほど。弱っ、めっちゃ弱っ。やば。よし、これは。毒を食らった。うわぁ。あ、2匹とも。あー、ダメージ受けてくー。はい、戦う。電光石火で、ドガースいきます。これ一体ずつやっつけていった方がいいんかな。電気ショック。お。なんかちょっとカエルっぽくない顔。あ、いけるいけるいける。おっしゃー。とりあえずドガースからやっつけた。次はアーボだ。なんかさ、昔国語で習ったやつでさ、カエルの話のカエルあんな顔じゃなかったっけ。わかる？なんか友達の話。よし、これもう電光石火でいけるんじゃない。電気ショック、こっち電気ショックでいくか。はい。あ、でもこれアーバー相手やったらあれかな、フォータイプの技とか聞いたんかな。あ、電光石火で行けばよかったし。あー、めっちゃ巻きつかれる。これ巻きつくは何、相手のポケモンの色によって、体の色によって変わるんかな、この色。
ほらほら、なんかこれアーブの色にちゃんと合っとる感じするやん。あ、そっか、これ継続するんかも、きつく。はい、この電光石火で多分、もういけるはず。いけー。よし、オッケー。あれやね、ニャースは先頭に出てこないのね。え、てか、ニャースおったさっき。イエーイ、武蔵と小次郎との勝負に勝った。信じらんない。まさかこんな子供に負けるなんて。二人揃って1152円は安くないか。嫌な感じ。あそこはちゃんとしとるんやね。なるほど。お、なんか。イーブイは呆れた顔してる。ロケット団に対してってことかな。なるほど。あ、てなに、これもうここ行ったら抜けれるんかな。あ、まだか。はい。でもそろそろ抜けれそうな気が。はい、抜けた。やったね。これ花田シティ側ってことやろ、多分。ほら、ここは4番道路、月見山花田シティ。よし。とりあえず花田シティで回復がしたいです。あれよね、毒も受けたまんまよね、多分。モンスターボール5個見つけてやった。結構ね、ちょっと月見山でもだいぶ消費したから、その辺欲しかったんよね。え、なになになに、はい。え、どこ。なんかめっちゃ見つけてくれるけど、何だかよくわからない。お、ピカチュウは茂みの中から何かを見つけた。お、釣りの実。ありがとう、ピカチュウ。いい子だね。これはあれかな、サポートトレーナーの方が連れとるポケモンとかもなんか見つけてくれるんかな。こっちだけ？主人公側だけ？なんか落ちてるアイテムもいろいろ拾っていくのはいいんやけど、こっちの方向であったのかな？あ、いけねえ。こっち、いけねえ。二段目。こっから横に。あ。こっち側？これ私なんか戻っていったりとかしようらんよね。よいしょ、なんか止まったんかと思った。お、来た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 。ここは花田シティ。花田は水色、神秘の色。え、めっちゃ可愛い。街の雰囲気とかなんか全然違うね。なんか昔のとかやったら絵柄で全然わからんかったけど。あ、びっくりした。なに？どうしたの？なんかあった？噴水？噴水で遊びたいって？はい。噴水の水が勢いよく噴き出してる。お金を投げ入れてみようか。え、なに、そういう？ 500 円。500円の方が多分いいことがある気がする。ぽちゃぽちゃぽちゃん。あゆな、500円投げ入れた。なんかいいことある？イーブはなんだか嬉しそう。え？人がお金を使ったことが？ちょっとよくわからないけれど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこういうそれぞれの街の違いみたいなのもね、グラフィックが綺麗になったことによってわかりやすいし、いいね。